れて、ただ食われるのを待つしかねえのか。もう何かやることはねえのかよ。くそくそ。こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの上官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろう。違う、私は。クリスタ、こんな話もう忘れたかもしんねえけど、多分これ雪山の訓練の時にした約束を。懐かしいな。もうやりたくねえもんだ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな。どうやって崖から下ろしたのかってさ。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も。ユミル、一体何をするつもりなの？コニー、ナイフを貸してくれ。何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよこれで。ユミル、何するつもりだ？さあな。自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。胸張って生きろよ。ユミル、待って！嘘だろ。巨人に。おいおい、あいつユミルを援護しに行く気か。これしき。クリスタ、お前は知ってたのか、ユミルが巨人だったって。知らなかった。いつも近くにいたのに、こんな。何か巨人の力を知ってた風だぞ。あいつはどっちなんだ？どっちって、ユミルが人類の敵かもしれないっていうの？はい。こんな力持ってんだもんな。な
何考えてんのか分かったもんじゃねえよ。ユミル、大勢の人の幸せのために死んであげた。でもその時に心から誓ったことがある。もし生まれ変わることができたなら、今度は自分のためだけに生きたいと。できたはず。なのに今そうしないのは、私たちを命がけで守ろうとしてるから。このままだとまずいぞ。ユミルのやつやられちまうんじゃねえか。死ぬなユミル、こんなところで死ぬな。死ぬぐらいならもうこんなもんぶっ壊せ。本当に壊しやがった。いいぞユミル。周囲を警戒。他の兵員は巨人の討伐と104機の救助。
装備がない。彼らの安全確保を急ぐんだ。この厳しい状況で君は本当によく持ちこたえてくれたよ。拠点を立てましょう。いざ。あっちに強い巨人がいるのかな。あっ、レイン、すまない。助かったぜアルミ、ありがとな。この調子だ。逃がさん。ヨニー、今助けるぞ。巨人のみんな、すまないけど今日ばかりは君たちと遊んでる暇はないんだ。これで大丈夫だな。今のうちに撤退するんだ。ありがとうな、エレン。オンに切れて。しなくていいから。よし、今助けてやるぞ。ありがとう。こんな数の巨人が現れたって言うんだ。考えるのは後だよアルミ。今は目の前の巨人を倒すことに集中しろ。まだまだ。この調子だな。さあ早く行くんだ。これでもう大丈夫だろう。助かりました。もうダメかと。
その調子、私も続こう。やったか。さあ、早く行ってクリスタ。あとは私が何とかする。リカさん、ありがとう、助かったよ。新たな巨人の群れがウトガルド城跡に接近しています。いざ。また別の巨人の群れが接近中です。この調子だ。ここが踏ん張りどころだ。人類の底力を見せてやれ。軍隊長、104機調査兵の安全確保完了しました。よくやった。それじゃ残りの巨人に集中しろ。よし、やってやるぞ。調査兵団の力思い知ってもらう。ここで殺せ。
この調子だ。周辺の巨人討伐完了しました。よし、窮地は脱したね。クリスター、ここで何が起きたのか教えてくれるかい。私の名前、ヒストリアっていうの。